ロリロリ紙氷、鐘を鳴らせばこの通り、これは9歳のレクイエム。将来はお前なんかに好かれたくない「泥水で口を洗って放って出会おう」「さあおまわりさん連れて行って」「もうそうしか取り柄のないかわいそうな人」「その姿をやり見せられますか？」骨の髄まで浄化する一筋の光、それがこよビームなのである。こよは全てを許します。ああこの世の醜さを集めて描いてみるよ。真っ白なキャンバスが汚れて泣いている。ロンリー振り向いた少女はそっと手を掴む。気持ち悪い。